だね。いいな。僕たちももうすぐだよ。二人ちゃんにも随分苦労かけちゃったからな。うん、どうも。私もっとなんとかできたら三木さんにもっともっと楽に勉強してもらったんだけど。いや、そんなことはないよ。学校出たら今度は僕が働いて二人ちゃんに楽をさせるからね。あんな毛糸屋の店員なんか早速辞めちゃうんだね。また怠けてんね。急いでくれたら困るよ。何を考えてんのさ。他の漁港さんの手前もあるからしっかりしてくれなくて困るよ。今日の罰金を差し入れといたからそのつもりで。船に乗って丸二日もかかるところじゃないか。そんな遠いところまで。あれのことはもう諦めとき。だってあんなに固い約束しておきながら国へ帰ってもうつけ一年にもなるっていうのにあんまりじゃないの。国の親らが頑固で手がなさないってことだ。どうだか分かりません。いくら頑固だって言って話せば分かると思うわ。だって私たち二人で世話して学校卒業させてやったんじゃないの。三吉は鳥年の生まれだからな。鳥年の男は行ったきりで帰りゃせんもんじゃ。この間から三本も手紙を出してんのに返事ぐらいくれたっていいわ。小林さん。あの手紙ですよ。どうもありがとう。父さんからだわ。あら、父さん病気ですって。中気だわ。前から悪かったんじゃがこの陽気での。佐世保の松本屋って吉宿じゃないかしら。まあ旅で一人で病気なんかなったら心細いでしょうね。それで私に来てくれ言うんかな。早くしたくなさ。今から急げば終列車に間に合うわ。そうじゃけどな。月末でちょうどよかった。でも部屋代や米屋の支払いは。後のことなんか心配しないでゆっくり看病してらっしゃい。こんな時しょぼしょぼしたらバカよ。すぐまた後で儲けて送ってあげるわ。お前と優子はひょうげた子じゃの。いいのよ三吉さんのことなんか。こんな時は病人の方が先ですもんね。病人でも
お前の本当のお父さんじゃないのに。私たちを捨てていった父さんなんかどうだっていいじゃありませんか。私たちを拾ってくれた父さんの方がずっとありがたいわ。佐世保までいくらかしら。切符を買ってあといくらも残りゃしないわね。だけど絶対絶命のどん詰まりだから仕方がないわ。まあ時が時だからできるだけ節約しましょうね。手荷物のない旅行って肩身が狭いから、あるだけ持ってらっしゃい。同じうちに住めたと思うたらまた別れ別れになるの。今にうんとお金を儲けて呼び返すわ。そしたら親子さんに水入らずで左打ちやじゃないの。元気を出すもんよ。もう大丈夫ね。さすが女よね。ありがとう。二度と会えるじゃろうか。私は心細うてならんがの、うん、会えるわよ。会えないってことなんかないじゃないの。これは前の父さんが駆け落ちして私たちが困っていた時に今の父さんが長崎で買うてくれんさったものじゃ。ええ、覚えてるわ。10年も前のことだわね。姉さんになってどうするんじゃ。お金儲けて大きな家買うんじゃ。ねえお前さん、旅から旅の飽きんどなんて人間のすることじゃない。焼き芋屋でも構やせん。どこぞへ親子三人落ち着かんかな。やかましいな。わしら生まれながらの旅飽きんどじゃって言うたら、私成金になるのよ。それで親子三人でうちを持つの。父さんはうちを好かんとじゃ。小林さん、お母さんがお行きになってからどうかなすったんじゃありませんか。購買も行かずに働く気がしないんです。でも明日から出かけます。タバコでも上がりませんか。タバコどころかお米がないんです。小林さん、あなた当分工場休んだらどうです。その間のことは僕がします。そうさせてもらえば僕は嬉しいんですが。すいません、あっち行ってください。私体の具合が悪いんですから、物言うのは億劫なんです。
ご飯なんですか。もう少し待ってらっしゃい。もう肉買ってきたんですから。すみませんが、ネギを切ってくれませんか。まあ、たった一生ばかりのお米を貸すと、もうすぐ慣れ慣れしく人にネギを刻ませようとして。切りましょう。ご飯炊かなかったんですか。ええ、あなたがご飯を食べていらしたから早く肉をあげようと思って。僕今60円もらってんですが、それだけあれば二人で結構暮らせると思うんですが。松田さん、あなたのご親切身に染みて感謝してます。あなたと結婚してもいいと思うこともあります。だけど私には待っていなければならない人があるんです。それに私にはまだその人のことが忘れられないんです。
ていいもんだね。うん、行きゃいいよね。どこまでも続いてて、行けばどこまででも行かれそうな気がするんですもの。きっと道の向こうには楽しいところがあるわよ。あの山越えて海越えて、いい町にあるの？楽しいところが。うん。私いつか行ってみようかしら。いいわね。あんた自由で。私亭主があるの。今年42よ。私14で子供産んで今年3つになる男の子があるの。驚いた。人にはさ、子供のことを弟だなんて言ってるけど、おかしいわね。でも仕方がないわ。私みなしごだったんだもん。おきみさんも若い自分から苦労し同士なのね。私の家はね、袋小路のどん詰まりにあるの。そっから先はどこへ向いてやしないの。私の運勢もきっとそんなようなもんだ。いつしらけることやら、一生袋小路の中でもがいてるのかもわかんないわ。あら、そんなことなんかありゃしないわよ。それに、この頃うちの人、女ができたらしいの。恋なんてまだしたことがないわ。ねえ、おきみさん、あんた恋なんか知らない方が幸せかもしれなくてよ。恋なんか。小林さん、お帰りですか？あ、ちょっとお待ちなさい。帰りが寒くなりましたね。すいません。工場の方は忙しいでしょうね。ええ。家に帰る時間となるをただ一つ待つことにして、今日も働けりって卓木の歌。私家帰って一人になることがたった一つの楽しみなんです。あなたに労働なんか向きませんよ。購買なんか行くと気も心もすさんでしまいますから。じゃあ綺麗なおべべを着た上級さんにでもなれっていうの？私そこまで落ちていこうとは思っていません。 そういうつもりで言ったんじゃないんですけど。
では言えないんで手紙を書いたんですが破っちまったんです。これ手紙は入ってないんですけど。あら、面白いじゃないの、手紙に入ってない恋文なんて。お金が入ってるんです。まあ切れた。何も言わずに借りてください。僕はあげてもいいんですけど、あなたがこだわると困るから。私あなたから借りたお金なんか使えませんし、またそれほど困ってもいません。日給75銭もらってます。でもお金なんていくらあったって邪魔になるもんじゃありませんし。いえ邪魔です、使うことのできないお金なんか。僕も一旦出した以上は。松田さん、断っておきますがね、どんなにご親切にしていただいたってご恩はご恩、私あなたを愛する気にはなれませんのよ。愛してなんか。松田さん、松田さんがせっかく貸してあげるっていうのに変な義理立てして断ることはないじゃないの。借りてきなさいよ。実際私んとこじゃお前さんたちの部屋代を当てにしてるんですからね。私東京から来ました、房子でございますが。誰を訪ねておいでたんな。誰を。三吉さんでございます。ご存じないかもしれませんけど、私東京で三吉さんのお世話をいたしておりました。ご夫婦のお約束もいたしました。それなのにこちらへお帰りになったきり何の音沙汰もないんで、はるばるお尋ねしてきたわけです。わしはな何にも知らんけん、またそのうち誰ぞに相談しときましょう。そのうち。わしの家は100丁じゃけん、先祖代々電磁持ちで来ておるけれ、
一軒家を構えておらん者の娘なんぞもらえんと皆が言うとるという。東京の女川衆かな。ねえ三吉さん、これは一体どうしたってわけなんですか。ねえ、あんなに固い約束しておきながら返事一本くださらず、私たまりかねて血を吐くようなお金を使って来てみれば、まるで野良犬のように扱われてるじゃありませんか。私が嫌になったら嫌になったってはっきり言ってください。どうせやり損なった一生ですけども、これからの考えもありますから。これもな、当分一人で働きたいと言ってるんじゃし、何しろ一人息子で体が丈夫でなしするで、ばあさんも心配してござるんじゃが、幸いこの頃から造船所の庶務課に勤めが決まって、ぼつぼつ働きに行ってるようなわけじゃから、今日のところはおとなしく帰って、あんまりわしのうちをかき回さんようにしておくれんかな。お騒がせしてどうもすいません。もう二度とこんな遠いところへ来られやしませんから、ご安心ください。今日は村の祭りじゃけん何もないが、飯でも食っていかっしゃれ。いえ、未練が残ります。これで失礼します。ばあさんがこんなものをもらうわけがないから返してこいって言うんだよ。そう。じゃあ海ほかしてください。あんた、私にお金をくれよって言うの？いくら嫌われても私あんたが好きなの。今お金をもらったらいつかあなたを恨めしく思う時が来ます。Thank you.
預けてやんない。お前さん、今のうち荷物持ってこない？ちょうど時間がいいから間に合ってよ。私荷物ないんですの。これだけなんです。まあ、着替えは？これだけなんですけど。いいわよ、着物ぐらいのことなんとかなるわ。上前に大きな穴が開いてるから左前に来てごらんなさい。左前だってそんなに目立たないし、かえって子供らしく見えていいかもしれないわね。してるよこの人は。あんた苦労したんでしょ。これでよかったら当分来てらっしゃいよ。このじゅまさん、俺んとこ遊びに来ないか。田舎はいいよ。ええ、行くとも。いつでも泊めてくれる？ああ、私も愛ちゃんの恋だの、あなたに惚れました。一生捨てないなんて馬鹿らしいことは間違いない。ねえ、あんたも十九で処女で大学生が好きだっていうことにしない？とてもお客さんにモテてよ。あら、私の子供は可愛いからさ。磨けばあんた漫画してたもんじゃないわね。どう、お嫁にでも行きたくなった？行きたくなったら行くさ。男ってそう悪い人間ばかり見ないからね。あのね、この人にとてもご主人な人があんのよ。そうだけど慌てちゃいけないよ。と言って幸せを逃がしてもいけないけど、私みたいにね。左前さん、青山さんがお呼びよ。はい、ただいま。さあ、早く早く。庭は一面に真っ白だ。お前、忘れやしないだろうね、龍馬。ほら、あの長い並木道がまるで伸ばした帯川のようにどこまでもまっすぐに長く続いて、月夜の晩にはキラキラ光る。お前覚えてるだろう？忘れやしないだろう？そうだよ、この桜の園までが借金の抵当に売られてしまうのだからね。どうも不思議だと言ってみたところで仕方がない。ごめんなさい、お邪魔しちまって。いや、
ごめんなさい。ああ、いいよいいよ。もうよそだ。それより、なんか話でもしようよ。そう？じゃあ、今の続きを聞かせてくださらない？あれは昔の夢さ。私ね、まだ子供の自分、父さんや母さんと九州の鉱山町へ行商に行ったとき、先生のお芝居見ましたわ。カチューシャ。その時のカチューシャやった女は僕の女房だったのさ。そのうち座頭とくっついて僕を捨てちまった。今じゃその男と二人で東京のヒノキ舞台で人気役者になってるが、僕はこんなドサマールの役者でおしまいになっちまったよ。まあそんなこと。そう言ってくれるのは君一人さ。世間のみんなあの大根役者まだ生きてるのかって笑ってるよ。でも。でも？でも私そうは思いませんわ。さちゃん、本当にそう言ってくれるのは今の僕には君一人だ。花火ですわ。肩揚げを取ったら断然 100% の世話女房だよ。左前さんもとうとう奥さんなんのかね。こんな若い人男にやっちまうのはなんだか惜しいようなもんだね。あら、ちょっと。時々遊びに来てちょうだいね。え、あの人と一緒に寄せていただきますわ。あの人だって貧乏なんだから、しばらくしたらまたここへ友稼ぎに来るさ。あんたも苦労したんだから今度はしっかりおやりよ。本当にね。では皆さん、どうもいろいろありがとうございました。皆さんのご恩一生忘れませんわ。まあ改まって、でも本当にご機嫌よくね。あんたのお嫁入り道具、それだけ？ずいぶん思い切ったお嫁入りね。話の種になっていいわ。じゃあ、さよなら。さよなら。いってらっしゃい。あの人大丈夫かしら？騙されてんじゃないかしら。こんばんは。あら。お、左前さんか。弥生の女中さんなんだよ。あんた、また例の手を出したんじゃないの？ねえあんた、この人と変な約束をして弥生を逃げてきたんじゃないの？あんたの番よ。今成平かドンファンか知らないけど、いろんなを鉢合わせさせるなんて、あんたもずいぶん猛録したわね。
なんとか返事したら。ああ、眠かった。二枚目の芝居にしちゃ下手な引っ込みね。まああんた逃げなくたっていいじゃないの。逃げやしませんわ。まあ入って休んでらっしゃい。さあこっちいらっしゃい。あったかいわよ。男ってあんなもの。分かった。気に障ったらごめんなさい。私あんたに恥かかせるつもりでそう言ってんじゃないんだから。私も騙されちゃったのさ。このすれっからしさえね。私にどういうご用がおありなんですか。まあ喧嘩。こんな夜遅くなって娘一人外へおっぽり出せると思う。確か共同便所空き家に寝たってのあんたじゃなかったかしら。タバコ飲まない。私夏みかん持ってます。これ上がりません。ねえ、変な話だけど、あんた青山から手引いてくれないこと。あんなぐうたらな男だけど、私も年を取って今さら行くところもない身の上だしね。このみかんとっても酸っぱいわ。自分のところに手紙出すの？これ？これね、おっかさんの手紙の中に入れておくのさ。そうするとすぐ返事をくれたらね。まあ、いい考えね。あんたもやってごらん。だけど、カフェの女給なんかになったって書いてあると、うちの人が心配するかもしれないから。まあ、食堂かなんかに勤めてるって書いた方がいいよ。そう？娘が堕落したと思って嘆くからさ。母さん手紙を開けてきっと喜ぶわ。私だってお金が出てくるととても嬉しいもの。あんたの国どこ？国がないの。旅飽きんどの娘だからキッチン宿で生まれてカフェの2階でくたばってしまうのさ。それで今でもお父さんやお母さん旅飽きんど？日本のずっと西の端を歩いてるわ。あの子はきつい気性じゃけで、なんて人に騙されることがあるものか。きつい気性じゃけで危ないのじゃが、ああいう子は涙もろいところがあるもんだけど。そりゃそうじゃ。じゃけれ、はよ家を持って親子三人揃って。わかめかんか。ふーちゃんの好きなわかめじゃが。こうてかしてる。うまい、うまいわかめじゃ。
さんのこと思い出す。早く身を固めて母さんたちを引き取ってと思うんだけど。母ちゃん、母ちゃんはどこ行ったんだい？母ちゃんいるの？神様呼んでるわよ。母がいたって寝てるって言ってよ。だからね、私嫌いな男とだって構いやしない。確かな一つなら結婚してやろうと思うんだけど。ダメね、私がフラフラだから。それ、というもの？なんだか、ただ思ったことを時々ボスボス書き溜めてるんだけど。ダメね、疲れてちゃ何も書けやしないわ。あたし学問がないから知ってどんなもんだか分かんないけど、ほら、よく来川さんって人ね、あんたの書いたの見てとてもいい詩だって褒めてたわ。ふん、そう？あの人ね、若いけれど相当な詩人なのよ。おい、ふたちゃん、女給の足りないことってよく知ってるんだろ。少しぐらい我慢して下へ降りておくれよ。いらっしゃい。しばらくだったわね。母ちゃん、愛華さんが来たわよ。お前は気が多くていけないよ。気の多いのは母さんの方よ。どこだか行くより今夜はお前が好きになったから。昔の話はいけないよ。いっぱい飲まないか。それじゃあと、ウイスキーを10杯飲んでみないか。なんでもないわ。よし、キングオフキング10杯。10円の賭けだ。冗談はおよしなさいよ。10円ありゃ横丁で一晩楽しめるじゃないの。冗談じゃないよ。本当なんだよ。おら。お母さんね、オーブキング10杯。10杯一杯一円のウイスキーをあの子が10杯も飲んでくれたんだよ。さっちゃん、大丈夫？大丈夫よ。あんな安っぽい安ウイスキーの10杯ぐらいで酔うもんですか。あんまりやけにならない方がいいと思うね。大丈夫。このおふささんはね、男なんてちっとも怖かないんですからね。見事ふささんの婿になるような立派な男があったらお目にかかりたいわ。いつでも結婚してあげますよ。君という人は寂しい人だな。自分が寂しいから、その寂しさから逃れよう逃れようともがきながら、結局一人ぼっちで寂しい道を行くんだな。
さすが相川君。あたし、あんたの言う通りの女さ。あんた今に出世するわよ。君はちょっとしたものにも心惹かれてすぐに涙ぐんだろ。その涙が君の行動を決定してしまうんだ。そうよ、あんただってそうでしょ。孤独の女と孤独の男。ダメよ、沈み込んでちゃ。あんたがなくて私だって悲しくなるじゃないの。あ、いいわ。さあ、私が今ね、踊りを見せてあげるからね。さあ、陽気に騒ぎましょう。ね。あのじいさんがとてもぐずってるの。ちょっと言ってみてくれない？生意気ね。今すぐ追っ払ってよね。人の振る舞いだけで淀いって三発を踊るやつがあるか。おや、焼いてるよ。どうせ私は惚れっぽい女さ。いいじゃないか、少しぐらい浮気してたってさ。おや、とんかつだね。ごちそうさま。このおかみはね、女中が三度三度裏で飯を食うと嫌な顔すんのよ、うん、お客に料理を取らせて食えて、その方がうまいものが食えてよかろうってさ。兄さん、出してよ。おじさん、出してよ。ああ、いらないいらない。あ、俺はもう帰るよ。お会計だ。オープンキングの社長さん、お会計。やめときなさい。もったいないわよ。はいはい。下げたり下げたりすんなよ。下げやしないわよ。下げただけさ。なお悪いや。またどうぞ。ああ、どうぞ。ごきげんよう。あら、あんたそれ何？夜寝られないもんだから何にも書けないんでね。ああ、びっくりした。ねえ、おふささん、僕は今夜寂しくてしようがないんだ。子守歌でも歌ってくれない？うん、歌ってあげるよ。だけど恥ずかしいよね。ここじゃないんだよ。どっか静かなホテルへでも行ってさ。ホテル？僕は一人ぼっちの夜が怖くてしようがないんだ。誰かそばにいてくれないと自殺しそうになるんだよ。私じゃ、何？私酔っ払ってる？酔ってるわ。そう。私なんだかわけがわかんなくなっちゃった。やっぱり酔っ払ってんのね。あ、ちょっと、この人一緒に連れてっちゃいけない？僕は君は詩を書く人だから、僕の気持ちぐらいわかってもらえると思ったんだよ。そう？じゃあ、この人連れてってダメなのね。どこ行かってんの？ホテルだってさ。まあ、ホテル？感情。はい。私あんたって尊敬してたんだけど、やっぱり男ってみんな同じだわ。同じではあるからな。
文学上級さん、あんまりお高く泊まらない方がいいよ。働くの嫌になっちゃった。だからさ、私考えてたのよ。二人でどっか家を持たない？そして、あんた文学書きなさいよ。それで偉くなってよ。食えなくてしも文学もありゃしない。私が食べさせるわよ。あんなカフェなんかやめちゃって銀座行くわ。銀座の方がずっと身入りがいいんだってから。私も働くわ。ダメよ。二人とも女給稼ぎして年を取って結局二人とも家にしちゃうだけじゃないの？私は頭がないから女給するの。あんたは詩が書けるんだから勉強して素敵な傑作書いてよ。それでいいじゃないの。その代わりあんたが偉くなったら一生食べさせてもらうわよ。どう？いい考えじゃない？ね、そうしましょうよ。私あんたを偉くするのかと思うとゾクゾクしてんのよ。着物やコートをこしらえてくれた人ってどんな人？あら、どうして？大丈夫？まあ姉さん、私が夜時々遅くなったりするもんだから疑ってんのね。だって私なんだかただ事じゃないような気がするんですもの。大丈夫よ、心配しないで。だって私きちんきちんと出かけていくし、夜だっていくら遅くなっても帰ってこなかったりしてないでしょ。そりゃそうだけどね。あんたみたいな若い人、どんな誘惑に負けちゃいしないかと思ってね。私だってもう19よ。どうせカフェなんかに来る男、みんなバカだわ。誘惑なんてされるもんですか。と思っててもね。まあ、どうかと思うわ。姉さんじゃあるまいし。まあ、ご挨拶ね。私、トシちゃんに養ってもらってるんでしょ。だからあんたにもしものことがあったら私に立つ瀬がないわ。あら、養ってなんか。姉さんが出世をしてくれればそれでいいの。それを楽しみに一生懸命稼いでんのよ、ね、あんまり荒稼ぎして怪我しないでね。そんなに心配だったら一日私の後をつけてきてよ。私あんたを信用しないってわけじゃないのよ。ごめんなさい、あの女性さんたちの元気のいいこと。何これ？私もよく知らないの。ほっとしちゃん。え？本当にあんたに心配ばかりかけてすまないわね。あら、私ちっとも苦労なんかしてないわ。それよか、仕事の方一生懸命やってね。はい、文字書けるわ。そしたら私この原稿を検証小説に出してみようかと思うの。通るかもしれないわ。あ、素敵。通ったらいいわね。私自身のもんだから、なんだか筆が進まなかったんだけど、もう安心してもいいらしいから、今日から馬力をかけるわ。そう。一生懸命やってね。
おばさん、アンパン買ってちょうだいな。おばさん、何にも食べたくないの。姉さん、五千ばかりくれないかね。私、二千しかないの。じゃあ、その二千くれないかね。腹が減って死にそうなんだ。私だってそうよ。これで死なずに済むの？お、小林さんじゃありませんか。あら。しばらくでした。その後どうしておいででした？相変わらずですわ。おっかさんはお達者ですか。ええ、早くこちらへ呼び寄せたいと思ってるんですけど、いまだに力がなく。随分探しましたよ。あなたにお会いしたくて。いつまでもお金お返ししないで本当にすいません。 いえ、そんなことを。僕、あなたが僕の部屋に置いてったあの悲しい手紙、いまだに持ってるんです。あら、あんなもの破っちゃってください。僕、一生持ってようかと思ってるんです。松田さん、本当に私のことなんか思い切ってください。私も誰とも結婚する気はありませんの。女だって男の方を頼らずに生きていけると思ってますから。そうですか。ご親切にしていただいたご恩は私決して忘れませんわ。どうぞ気を悪くなさらないでくださいね。そして私よりももっともっと立派な奥さんを迎えますから。あ、ね、それではそれでお目にかかりません。その方があなたのおためですし。では体を大事に。あなたもどうぞ。留守に上がり込んでるよ。しばらく。なかなかいい部屋にいるんだね。動きを見てね、びっくりするやら恋しいやらで飛んできたよ。そんなに困っていたのかい。早くそう言ってくれればいいのにさ。俺はお前のてっかなところに惚れちゃったんだよ。ねえ、こっちをお向きよ。はがき一枚でお前早速やってきたんじゃないか。私そんなつもりじゃなかったんです。妹が苦労してるのがかわいそうだからお金だけ貸してほしかったんです。誰です笑ってんのは。笑いたければ私の前へ出て笑ってください。
バカ。もしもし、はい、佐子です。まだ起きて勉強してたの？しっかりやってね。うん、あのね、お呼び立てしてすいません。今夜帰れないかもしれないの。それでちょっと電話したの。うん、大丈夫なの。今その人と一緒。私恋しちゃったの。あんたに言わなかったけど。ええ、真面目なの。それで、あんたのことも話しといたわ。そしたら、毎月40円ぐらいなら助けてくれてもいいって言ってます。決して悪い人じゃないわ。ええ、そんならいいんだけど。でも用心してね。うん、私あんたを信用しないってわけじゃないのよ。でも今頃そんな頼もしい男の人が会うのかしらって思っただけ。ええ、あんたを信用するわよ。じゃあさよなら。どうしたんですか？毎度どうもすみません。いいえ、全く今頃の男は油断なりませんからな。これはと思う男はまあ千人に一人ですからな。ありがとうございます。どうやらその千人に一人の口らしゅうございましたら。心配かけちゃって。私あんたもう帰ってこないんじゃないかと思ったら、寂しくて寂しくって。どう、嬉しかった？一月ばかり関西の方へ一緒に旅行しようってあの人が言うの。でも帰らないと心配するからって言ったら、あの人とても怒ったわ。あら、一緒に行ってくればいいのに。だって姉さん一人を置いて行く気になれないんですもん。私のために？まあ、ありがとうよ、としちゃん。私ぼやぼやしてて、いつの間にかおとしちゃんの幸せの邪魔をしてたのね。ごめんなさいね。うん。でもよく返してくれたわね。その人あんたを愛してるんでしょ？あんたも心からその人を愛してるんでしょ？本当の恋じゃなくたって。構わしないわ。まあやっぱり。どうせ私なんかたかがカフェの女給なんですもの。騙されたって騙されなくたって同じだわ。あんた騙されたの？騙されたの？あれほど言ったのに。おい、警察のもんだ。ちょっと来てくれ。
あら、私、何にも。その風呂敷包みはどこから持ってきたんだ。男の方はもう捕まったぞ。あら、違います、違います。これ、あの人にもらったんです。私、何も悪いことしやしません。まあいい。とにかく、署へ来て話をしよう。あら。私が言ってたのだ。こんなもの、こんなもの、そんなことまでして、こんなもの、そんなに尊いのか。バカ、バカ。まあ、どうしたの？虫干し？この雨に。いいえ。どうせ私なんかウジ虫みたいな女だから、腐った自分の匂いを嗅いでみたらと思って、ありったけのものを並べてみたの。相変わらずあんたは変わってるわね。実は私、初めて恋をしたの。それで決心して家出してきたのよ。今夜都落ちしようと思ってあんたにだけちょっと会いに来たの。坊やも一緒に連れてくの？あの子のことを考えるとそら恐ろしいような気がするけれど、でももう仕方がないわ。めかせのために牛かんまのように扱われてきたんですもん。あの子だってきっと許してくれると思うわ。その辺まで送るわ。あんたお酒飲まない？私を一人ぼっちにしてみんな行っちまうのね。おっかさんから便りあった？おっかさんに会いたいわ。私今日は酔っ払いたいのよ。実は外で待ってるのよ。そう？じゃあこの窓から送るわ。幸せでいてね。ありがとう。あなたもね。じゃあさよなら。さよなら。さよなら。ごきげんよう。あの人もとうとう袋小路を突き破って出て行っちゃった。僕、あなたが僕の部屋に置いてらしたあの悲しい手紙、いまだに持ってるんです。
どう？似合わないかしら。いいえ。あなたにお見せしたいと思って。そりゃあどうも。頭を変えるととっても気持ちがいいもんね。あなたも少し短くなったらどう？はあ、そうは思ってんですけども、このままの方が丈が高く見えていいって家内が言うもんですから。え？奥さんが？今風呂行ってます。今夜和夫へ一緒に見に行こうかと思ってたところなんです。あなたもご一緒にいらっしゃいませんか？そう。私今夜お嫁に行こうかと思ってました。親切な頼もしい人のところへね。ごめんなさい。奥さんによろしくね。小林さん、ちょっと待って。ふーちゃんや、ふーちゃんや、予算会な、しょうげた子じゃのう。ふーちゃん、ふーちゃん、さちゃん、姉さん。姉さん、しっかりして。あら、私、どうしたの？やっと気がついたのね。よかったわ。私もどこへも行きやしないから。ね、気を大きく持って。あんたのお母さんから手紙と小包がついてんのよ。
開けてみてちょうだい。何が入ってんの？わかめにかまぼこの天ぷら、それからカワセが5円。おっかさん、死なない、生きて、生きて。そう、それで立派な本書き上げるのよ。それで、お母さんを迎えに行くわ。